キチャンネル。ジョン。こんにちは。さあ今回はですね、ソフトバンクホークス戦というところで、はい、これまでね。ホークス戦。ホークス戦。戦うですね。ホークス戦なんですね。ホークス戦。ホークス戦やんって。ここから3連戦だみたいなね。はい。あのスカウト編成の能力評価、はい、チェックっていうね、改訂版です。改訂版。はい。前回からね改訂していくから、ね。あ、そう、新しくなった。新しくね。変わってます。まあというところでね、まあソフトバンクちょっとこれは、はい、最近低迷してる理由がわかるね。うん、そうですか。正直ね、うん、まあ過去のね、改定する、チェックをで言うとですね、中村晃が S から SS になりました、うん、はい、で柳田が SS から 1SS、 おだからオリンピックだね、東京オリンピック行ったから、ね、はい、松本が BB、うん、で栗原が 1AA、 おで田中正義が B、はい、でソフトバンクは2019年からが新しくて、佐藤直樹、無印、うん、海野、無印、津森、うん、が BB、うん、で2020年、井上、無印、笹川、無印、牧原、無印で2021年がドラフト1、風間球太、無印、正木、無印、木村、無印で2022年が愛媛、無印、大津が B で、甲斐イクミ無印っていうね、うん、ところで大きな変化がないんですよ。なんか新しい戦力が出てきてない。そうですね。そんなわーっていうのが新たなスターが全くいないですね、うん、出てきてないところがちょっと今、うん、ソフトバンクが低迷してきてるところかなっていうね。確かになんかここ数年スタメンも変わってない感じしますよね。そうなの、そうなの、うん、でしかもそれで外国人でね、やっぱ強かった時はグラシアル、デスパイネっていうところが、うん、稼働してたけども、はい、まあ、そこの外国人でも埋めれなくなって、うん、で選手も、出てこなくなった、はい、でしかもこのドラフト上位3人ね、うん、まあ、このねスカウト編成評価っていうのはやっぱ上位3が大事だからね、はい、1位、2位、3位で取ったのがほぼ来てないからね、うん、でドラフト1位で、私もホークスって1位あんまり活躍してるイメージないかもしれない、ね、だって近年で言うと愛媛でしょ、はい、で風間球太、うん、で井上、まあ、これはまあもうちょっとしたら出てくるかも分かんないよね、うん、そうですね、ブレイク、うん、で佐藤直樹、うん、ね、貝野、良純、田中正義、高橋純平、松本裕樹、梶谷、東浜、うん、武田、山下、今宮、2008年からだったら、まあ、今宮、武田、東山、うん、でもそれって10年前ですからね。そうなのよ、10年以上前。この近年のがね、はい、なかなかドラフト1位がほぼ思ったような活躍をしてくれてないっていうところに、うん、やっぱホークスのやっぱ辛さと、そうですね、低迷さがもう、なんなら多分あれじゃないですか、ここ10年で、うん、1、2、3位全員含めても S ついてる人一人もいないじゃないですか、うん、森唯一だけどね。あ、そうです、唯一ね、うん、うん、でもそれ2013年ギリギリですね。ギリギリ、うん、そりゃきついよね。はい、しかもまあ B もすごいんだけど、はい、B は試合出てるだけだからね。規定投球回に達するとか、うん、そう40何試合以上出るとか、とか100試合出るとかだから、うん、まあ、B もすごいんだけども、うん、まあ、球界のトップクラスになっていかないとやっぱ優勝ってきついや、うん、はい、でしかも上位3位までに球界のトップクラスを取れてないっていう、うん、このだから結局よ、うん、結局、はい、その育成っていう数の力で、うん、70人の中で30人よりも、うん、150人の中で30人っていうところの数の論理でチームの強さを保ってたところが、うん、最近下からの突き上げが全くないから、はい、この弱さに、ね、なってる頃、だから今まではドラフトのいわば上手くない言い方をもう加減しなかったら、はい、ヘボさが、はい、すいませんね、語彙力なくてヘボさが、はい、その数の論理で出てくることによって多分隠れてたのよ、分からなくて、はい、ね、それが注目されなくて、うん、それがこういうふうに今なかなか厳しい状況になってきてるところで、うん、しっかり見ていくとやっぱりドラフトが全く機能してないっていう、うん、でしかもよ、まあもちろん
1位2位3位で育てなきゃいけない選手もいるけども、うん、やっぱ1位2位とかの選手たちは、はい、もう即何もしなくてもいけますよぐらい欲しいじゃんね、うん、そうですね、期待値からすると、ね、うん、そこの中でちょっとアップデートしたりとか、うん、補佐したりとかその変化に対応できるようにアドバイスしたりとかっていうところはいるけども、そこそこのね、うん、全員が全員はもちろん無理だけど、俺らドラフトの2位で入っていきなりとか無理だったからあれだけども、まあ、そこの1位とか特にその期待感欲しいじゃんね、うん、はい、それがほぼハマってないっていう。そうですね、しかも何気に B も少ないしね、少ない、正直ね、うん、これで B もあって若手もいたら、まあ、こっから成長していくかなっていうところもあるけども、はい、B も少ないってことは既存の選手がずっと出てんだよね、うん、そこにおんぶに抱っこだから、正直、うん、あ、これもうほんとちゃんとしないと、はい、かもうお金使ってもう外から集めてくる昔の巨人みたいにとかになんないと、あと5年したらやばくなるかもしれない。だって中村晃とかは多分いなくなって、ね、うん、初5年も柳田選手も危ういですね、今宮も危ういでしょ、うん、はい、ってなった時にあと5年したら、いや、で近藤とかもそうじゃん。そうですね、和田投手なんもね、 あれだし、東山投手とかその辺ももういないかもしれない。だから頼りすぎてるから、はい、その往年の強かった人たちになったの、うん、あと5年したら、いや本当にもうどうにかしないと万年 B クラスみたいな。確かに今30歳オーバーが多いですね、うん、あの時ソフトバンクって昔めっちゃ強かったよなって、うん、言われる可能性あるから、今ちょっとそうなりかけてますからね、うん、だから結局は外からいっぱい取んなきゃいけないから、うん、ね、外国人も含めて日本人も含めてそこからどんどん取ってきて、うん、っていうのは、ね、まあ、強さを保つためにはその戦略もね、はい、ありなんだけど、ね、全然問題じゃないんだけども、うん、ちょっともうちょっと内部で、うん、特にドラフト上位をしっかり獲得してっていうのがないとね、だから今年で言うと前田君だからね、はい、1位ね、いや出てきてほしいですね、ねえ、うん、ここら辺はね、うん、高校生のいないからね、10年以上ね、高松田投手とかね、うん、早く出てきてほしいですけどね。だからそこら辺はちょっと最近の低迷さが物語ってるなっていうね、うん、で、前回ね2019年にやった時は、まあ、B が 12%、うん、A が 7.69%、 S が 21.79% で、まあ、42.31%、 だから4割ぐらいがドラフト3位までの選手が1軍の戦力に慣れてるっていうね、はい、ところもあるけども、まあ、この2023年までカウントしていくと B が 15.56%、まあ、若干増えたんですね、はい、でも A が 7.78% でほぼ横ばい、うん、で S は 18.89% で下がっちゃって、うん、で 42.22% だからほぼ横ばいなの、はい、まあ、上がってないね、うん、ドラフトの戦力になる選手が、うん、ということは若い選手たちがほぼ出てきてない。そういうことですね、うん、でこれがもう辞める選手の方が増えちゃうと、はい、一気にパーセンテージ下がってくるからね、うん、そうですね、うん、もう本当に補強補強で頑張るしかなくなってきて、うん、ね、ますね、これはちょっとね、うん、ホークスドラフトやばいよね。そうですね、うんうん、だから巨人と一緒の傾向だね、昔はいっぱいいるじゃん、はい、でもこれ逆指名制度の時だから、はい、ね、でもジャイアンツはまだ今でも上がってきてません、まあ、秋広選手、浅野選手とかそういったところとかこうドラフトで取ったピッチャーだったでも結局やっぱ苦しいじゃん、まあ、まだ S にはならないですよね、うん、これはちょっとソフトバンク少年入れてやっていかないと全体的には苦しいかな、うん、やっぱ強かった時はS だらけだもんね。いやそこやばいですよね、そこね、うん、でもやっぱりここら辺は逆指名とかで取ってきてるとこが多いからね、うん、正直だって2014年以降 S いないからね。そうですね、うん、だそういったところがやっぱり低迷してるとこだね、うん、まあ、そこはこのスカウトデータで見るとね、はい、よくわかるね。めちゃくちゃわかりますね、うんうん、まあ、ここら辺はね、はい、ちょっとホークスはね考えていかなきゃいけないっていうところのね、うん、まあ、まだ今1月だからね、はい、もう10ヶ月後の話だけどね、はい、もうちょっとねこの1年間かけてスカウト編成ドラフトに向けてね、うん、力を入れていかないとね補強に頼るチーム作りになっちゃうんでね、うん、まあ、そういったところが見える、はい、ホークスのね、スカウト編成能力チェック改訂版でしたね。はい、はい。